スミスの作ったイギリスの地質図、ウィリアム・スミスはイギリスの土木技師、地質学者である。イギリス本土の地質図を初めて作ったことなどで知られているが、その業績が認められたのは晩年に入ってからだった。スミスはオックスフォードシャアのチャーチルという農村の家冶屋で長男として生まれた。8歳で父親を失い、 母親のアン・ウィリアムが再婚するまでの2年間、弟2人と妹の4人が、おじの家で育てられた。学校の成績は、かなり良かったが、家が貧しいため、大学へ進学できなかった。しかし、学校を出る頃には、農村の若者にしては珍しく、あちこちを旅して回っていた。イングランドでは、道路が建設され、運河が掘られたり、また、 領地の測量をしたりする測量の技術が職業として成り立った。1787年に測量し、エドワード・ウェッブの助手として働き始め、短期間で仕事を覚えて独立した。この時は18歳だった。この後、チャーチルのおじの家を出て、ウェブと仕事し、一緒に旅行もした。19歳の時、 チャーチル出身の元インド総督、ウォーレン・ヘイスティングズの領地の測量を、ウェブから任され、正確な測量で成功を収めた。しかし、着実な儲けを求めて1807年に組む、ダウンの古い石切り場を解除室なバースストーンを、切り出す計画を立て、1814年に稼働したが、ワーテルローの戦い後のイギリスは、戦後不況に陥り、 スミスの事業も打ち切らざるを得ない羽目になった。炭鉱の鉱脈調査、石炭を運ぶための運河の建設や農地の改良といった仕事を手掛けながら、様々な地層や、そこに埋まっている化石を観察した結果、スミスは、地層類重の法則と、市準化石による年代決定法を編み出した。また、百九十九年に、パース周辺の地層分布を記した。 世界最初の地質図を作成。さらに1815年には彼がこれまでの仕事を通じて観察してきた事象の集大成でもあるイギリス本土全域の本格的な地質図を完成させた。そこでは様々な地層区分の分布が手作業で色分けされて示されていた。しかし当時発足したばかりのロンドン地質学協会は 仮想階級の出身であるスミスの入会を認めなかったばかりか、彼の集めたデータを投用して別の地質図を作るものまでいた。スミスは次第に困窮し、1816年には長年かけて集めた化石のコレクションを大英博物館に売り渡した。1819年には不動産のローンが、 返済できなくなって、ロンドンのキングズベンチ債務者監獄に3ヶ月近く収監され、同年8月の最後の日の早朝釈放された。50歳だった。ロンドンを去ろうと決心した。そして、ヨークシャーの小さな町、ノーサラトンに引きこもった。1820年代後半になるとようやくスミスは正当に評価されるようになった。 彼自身はすでに地質学の急速な発展から取り残されかけていたが、その発展の基礎を築いた業績によって1831年に、ウォラストンメダルの第1回受賞者は、アダム・セジウィック、ロデリック・マーチソン、ウィリアム・バックランドの3人が、ウィリアム・スミスがふさわしいと判断し選んだ。英国地質学の父と称えられた。1839年、スミスは、 バーミンガムで学会に出席した帰りに早野を患い、ノーサンプトンの友人の家で亡くなった。1808年頃に結婚したが、子供はいなかった。老いのジョン・フィリップスを親代わりになって育て、彼も後に地質学者となった。スミスが設計に関与した大きな円筒形の展示棟を持つ旧スカーブラ、私立博物館は、 2007年9月に、ウィリアム・スミス地質学博物館としてリニューアルされた。ウィリアム・スミスメダルは、ロンドン地質学会が授与している賞である。妹エリベスの息子はこの叔父の訓導によりの地に、オックスフォード大学の地質学教授になった、サイモン・ウィンチェスター著、の中国に役、世界を変えた地図。 ウィリアム・スミスと地質学の誕生マイナス早川処防2004年7172ページサイモン・ウィンチェスター著の中国子役世界を変えた地図ウィリアム・スミスと地質学の誕生マイナス早川書房2004年74から75ページサイモン・ウィンチェスター著の中国子役世界を変えた地図ウィリアム・スミスと地質学の誕生マイナス早川書房 2004年275から276ページ、バッキンガムストリート15番地に、ある堂々とした、駅像の邸宅で、14年間暮らした、オックスフォード大学の地質学教授となり、地質学会会長の座に就いた。ありがとうございます。